こんにちは、カオルンです。本日からなんと初心者の方に向けたギター講座やっていきたいと思います。イエイ。でね、なんでこれを始めたかと言いますと、最近ですね、僕ギターのねコードの動画上げてます。ただですね、見てくださってる方がこう初心者の方もいらっしゃるというところでですね、こう一気に最初から最後まで上げてしまうとですね、なかなかこういっぱいあってね、練習が追いつかなかったりとか、細かいところがねわからなかったりするところもあると思います。ですので今後定期的に、例えば1週間に1回とかですね、 A メロ、B メロ、サビ、C メロとねいった感じでね、こう分けて出していくことによってね、こうね少しずつね1曲をマスターしていく、そしてね最終的にはね、こうしっかり実力をつけた状態で1曲を完成させるみたいなねところを目標にして、皆さんと一緒にねやっていければと思います。もちろんね、フルの動画も今後ね上げていきますから、そちらでね満足しているよとねいう方がいらっしゃればね、そちらで引き続きね練習していただければなと思います。それでは今回は僕の大好きなですね、桑田佳祐さんのソウルコブラツイスト、いろんなね主題歌にもなっています、コマーシャルの曲にもなっています。ぜひね皆さんと一緒にやっていきましょう。今回は A メロです。どうぞ。はい、イントロでね覚えるべきコード進行は2つございます。1つ目がですね、まず D、E、G、D のねコード進行になります。こちらねやっていきたいと思います。でね、まず使うコードなんですけど、 D、E、G、D。なるべくですね、コードはですね、指をね、一緒に押さえるようにしてみましょう。僕もね、全部一気に押さえるっていうのは難しいんですけれども、なるべくね、一つのね、コードで一気に指を押さえるようにしています。こんな感じで。でですね、まずはね、この4つのコードを、こっちの右手のね、弾く方はね、ジャーンだけでいいですから、こっちのね、左手のコードの方を、素早く切り替えられるように、何回もね、練習してみてください。そして、ストロークがですね、次のようなストロークパターンになります。これをね、何回も繰り返してもらうんですけれども、まずはね、この4つのコード進行のうち、最初に弾く D コードをこちらでね、固定でいいですから、今度はね、右手をね、このパターンで練習できるように頑張ってみてください。さあ、これでね、コード進行と、そしてね、ストロークパターン、こちらがね、覚えられたら最後はね、合体していきます。2つ目がですね、 F と A コードのねコード進行になります。そしてね、1つ目と同様に右手はですね、まずジャカーンだけでいいので、 F コード、 A コードをね繰り返し練習してみてください。でね、ここで注意点がね一つありまして、F コードを押さえるとき、この時はですね、なるべく人差し指からね、ギターを押さえるようにしましょう。どうしてもね、人差し指がね引っ張られちゃってね、この F コードね難しいコードではあるんですが、ギターってね上から下に弾いていくので、人差し指こちらをねまずは押さえないと正しくね音が鳴らないので、頑張ってみてください。次にですね、F コードと A コード、この繰り返しができたらストロークパターンになります。今回のストロークパターンはこちら。
今度はですね、F コードだけでいいですから、このね、ストロークパターンを練習してみましょう。さあ、ここまでできたら最後はコードの切り替え、そしてね、ストロークパターンを組み合わせてやってみてください。さあ、ここまでできたらですね、最後はこの2つのね、コード進行を組み合わせて、イントロをね、完成させてみましょう。さあ次にですね、 A メロ、やっと言っていきたいと思います。 A メロでね使うコード進行、こちらもね2種類ございます。1つ目がですね D、F シャープマイナー、B マイナー、F シャープマイナーの順番になります。こちらもね、イントロと同様に、まずは D コード、F シャープマイナー、B マイナー、F シャープマイナーのね、順番でやってみてください。F シャープマイナー、B マイナー、F シャープマイナーとね、ここでね、縦のね、この人差し指が続くね、3つのコード。この時はですね、なるべく人差し指をね、同じ場所に固定したまま動かさずに、他の指をですね、交互に切り替えるようにしてみてください。ストロークパターンはですね、イントロでやった一つ目のね、ストロークパターンと同じになってますのでね、簡単にできるかと思います。最後に、ストロークパターンも確認できたら、フルでね、弾いてみてください。続いてね、二つ目のコード進行ですね。二つ目はですね、G、A、そしてね、F シャープマイナー、B マイナー、そして E マイナー、A とね、6個のコードから成り立っています。ちょっとねコードが多くてね難しいところもあるかもしれないんですが、出てくるコード自体はですね、もうすでにイントロとね一つ目の A メロの方でねやっている内容とね全く同じですから、どんなコードが使われているか確認をしてみてください。またねコード進行もですね、先ほどやったコード進行と同じコード進行になってます。すぐにできるかと思います。それぞれねコード進行と、ストロークパターン確認してもらえたら、最後はね、ストー押しで弾いてみてください。さあ、B メロやっていきましょう。 B メロもですね、今までやってきたイントロ、そしてね A メロ、こちらとね同じような内容になっています。コード進行だけね確認してもらって、あとはですねストロークパターン、こちらはねほぼ一緒になっていますから、あとはねやっていくだけという感じになります。それではねコード進行確認していきましょう。コード進行はね2種類ございます。1つ目がですね G、F シャープマイナー、B マイナー、E マイナー、A、D となっております。2つ目がですね、G、F シャープマイナー、B マイナー、そしてね、F、A となっております。はい、ということで今回は桑田佳祐さんのソウルコブラツイストやっていきました。次回はね、サビをやっていきます。最後ね、キーが上がったりしてちょっとね、難しいところもあるけれども、皆さんぜひね、一緒にコツコツやっていきましょう。それではまたサビの次回で、バイバイ。